安間洋先生です。12月23日日曜日ですね、24日月曜日からのインジケーターの設定値が準備できました。GBP JPI とユーロ GBP と CHF JPI が見つかってます。こんなシグナルですね。で、68%、61%、64% ですね。これで投資するとこの成績になります。 68%、61%、64% ですね。実際は 90.9%、84%、91% ですね。この勝率、こうシグナルありますよ。勝ち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 、これ負け勝ち ね、これ勝ち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 、1回しか負けてないですね、これね。勝ち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 で22個あるんですね、これずっと勝ち。だから大体ほとんど勝ってるんですね。もうないな、もうないですね。ということですね。ちょっと戻しますか。22回1週間でね、7でってやってますね。で13はね、シグナル出てから13分後判定ということにしてます。ここのとこね、これは関係ない。00はね、投資資金だから関係ないです。これは日曜日だからピップスね、138ピップス関係ないです。これも時間だし、金曜日の終わりで止まっちゃってます。休みだから土日だからね。で平均利益は 77.5 ピップスですね。この平均ピップスかね、利益ね、これ10分の1ですね。7.75 ピップスってことですね。でこちらはね、で、まあ、90.9% ですけども、実際に投資すると 68%、 68.8% の利益となります。それからこちらですね、これは負けですね。これ勝ちですね。これ勝ち、これ負け、勝ち、勝ち。これ2回負けてるんですか？これ勝ちってですね。これも勝ちですね。これも勝ち、これも勝ち、これも勝ち、これも勝ち。2回だけだと思うんですね。これも勝ち、勝ち、勝ち。平均ピープスが 30.1 ピープスだから、相当きついですね。19回出てます。だから打つ場所ちょっと間違って遅れたり間違ってすると、こんなにすぐ負けちゃうんですね。これはね、これは 77.5 だから余裕があるんですけど、ね、こっちも少ないですね。これ負け、これ勝ち、勝ち、勝ち、勝ち。勝ち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 ね。という具合にね、これは12個だけあるんですね、シグナルもね。こういうのが分析終わってます。で1週間ですから、1週間ですから22回と19と12ね、これ全部通して15回ぐらいだと思います。1週間
投資がね、そんな受けられるのは。あ、20、あ、そうだな、15回で、ね、先週も15回でしたから、先週と今、先週ね、先々週もそうでした、15回ぐらいでしたから、16回。ということですね。勝率 64%、61%。これだけでやった方がいいかなと、ね。GBP、JPI だけでいった方がいいかなって感じがしますね。これもきついですね。どうしようかな。まあいいか。ね。全部この3つがデータが出てるんで、この3つで分析しましょう。ね。ふぅ。これまだね、試験として1000円ずつ投資しますから。それで来年から稼ぎましょう。試験期間、ライブ試験はね、今年いっぱいで終わりにして。ね。